井上聡参議院議員から臨時国会の争点と検討方法改憲の動きというテーマでご報告いただきます。よろしくお願いいたします。おはようございます。共産党の参議院の国会対策委員長を務めております井上聡です。私の方からいただいたテーマでお話をさせていただきます。大きくはですね、参議院選挙後も広がる市民と野党の共闘の現状、もう一つはですね、その下で戦われている今の臨時国会での安倍内閣の危険な姿勢と国民的戦い、こういう大きな2つの柱でお話をさせていただきたいと思います。まず市民と野党の共同の、第二ステージともいえる新しい発展の問題です。衆議院選挙に向けた野党共闘という点ではこの間大きな動きがありました。で、民進党の代表選挙の中で、共闘路線はリセットだとか、さまざまな発言がある中で一体どうなるんだろうかという心配の声もあったわけでありますが、蓮舫新代表の下で9月23日に初めての野党の党首会談が行われました。これには4党に加えて新しくこの参議院選挙勝利の中で生まれた沖縄の風という参議院の会派からも代表が参加をするという党首会談になったわけであります。ここではこれまでの参議院選挙前の4党の党首による4点の合意を改めて確認をいたしました。一つは安保法制の廃止、立憲主義の回復、二つ目、アベノミクスによる国民生活の破壊、格差と貧困の拡大の是正、三つ目、 TPP や沖縄問題など国民の声に耳を傾けない強権政治を許さない、四つ目、安倍政権の下での憲法改悪反対と、この共通政策の柱をですね、改めて確認をし、そしてですね、総選挙もできる限りの協力を行うということも確認をいたしました。この下で、目前の衆議院の補欠選挙も含めてですね、具体化のための真剣な協議を開始をするということを確認をしたわけです。これを受けて、つい先週ですね、10月の5日に、野党の職局長、幹事長会談が行われて、民進党からの一本化という要請に応える形でですね、民進党の候補を野党の統一候補にするということで合意をいたしました。で、東京では、先日10区のですね、補欠選挙の候補者と市民団体の政策協定が行われましたけれども、この合意された協定ではですね、こうして先ほど申し上げたような4つの方向に加えて、大企業や富裕層への優遇税制の見直し、原発に依存しない社会の実現など含めた10項目が合意をされるということで、新しい政策的な合意の発展もここに見れるわけであります。そして、おとついですね、10月の8日、民進党の全国幹事会が開かれておりまして、この場で蓮舫代表は、小選挙区で野党候補が乱立するとなかなか勝利に向けて厳しいと、こういうふうに述べてですね、野党での候補一本化を目指すという考えを表明をいたしました。この中で、理念基本政策が違うところと一緒に政権を目指すことはないと、こういう言い方で、私たち共産党も含めた連立政権を共闘の前提としないという考えを表明したと、報道はされておりますが、一方でですね、地域事情に応じて候補を擁立せず、他党候補を支援することも選択肢に入れる考えだと、朝日は報道をいたしました。ですから、参議院選挙の結果を踏まえてですね、補選、そして、衆議院選挙に向けた野党の共闘という点では、新しい一歩を踏み出すという状況が生まれております。そしてもう一つ強調したいのはですね、地方政治の中で、この野党と市民の共同の新しい発展がですね、力強く前進をしているという問題であります。一つは新潟の知事選挙です。今度の16日が投票日となります。私も昨日、新潟に行ってまいりましたけれども、これまで、
福島事故の検証なしに原発の再稼働の議論はできないと、こう言っていた現職知事がですね、突然の辞任表明をして、自民党がですね、全国市長会の会長でもある長岡の市長を擁立をすると、こういうことになりました。で、これに対して、あの参議院選挙で森裕子さんを統一候補として勝利をさせた市民団体やがなどが動く中で、民進党の衆議院の5区候補であった米山隆一さんをですね、市民候補としたいと、こうやったわけですね。民進党は自主投票を決めて、これを認めなかったわけでありますけれども、米山さんは民進党を離党してまで、この市民の願いに応えて立候補表明をされました。で、連合はですね、自民党が推薦する候補を推薦をするという形の中で、民進党はですね、自主候補を決めたわけでありますけれども、この立候補を、米山さんの立候補を通じて、柏崎刈羽原発の再稼働をするのかどうか、これが最大の焦点として大きく浮上をいたしました。先日の朝日の全国版の記事はですね、再稼働争点、与野党が激戦と、こういう見出しを書きました。で、実際ですね、7月の上旬の地元紙の報道では、世論調査では、再稼働反対は 51%、賛成は 27% と、大きく反対の世論が広がっているわけでありますが、最近の朝日の世論調査では、これが反対26、賛成20と、むしろ広がっているという状況がありまして、こういう世論を受けてですね、まさにこれまでの県政の姿勢を変えるという自民党推薦候補の中で危機感も広がって、米山さんに急速に支持が集まっているという状況があります。そういう中で、総理がですね、てこ入れを指示をする。そして7日にはですね、二階幹事長が経団連との懇談会で、新潟の選挙は大変厄介だと、電力業界などオール日本で対抗していかないといけないと、こういう露骨に言いましてですね、まさにその再稼働を進めるオール電力と、オール日本ジャパン電力業界と、県民の良識との戦いと、こういう構図が浮き彫りになってきたわけですね。そういう中で、民進党はですね、自主投票でありますけれども、次々と、自主的に応援に入るという状況がありまして、7日の日には新潟駅前で、共産党若戸市委員長、生活小沢一郎さん、社民は福島みずほさんの合同凱旋が決まっておりましたが、そこにですね、松野民進党から松野氏が駆けつけるということになりました。今日の夜、上越で予定されていた我が党小池書記局長が行く、やはり社民生活の代表とやる演説会には、前原さんが急遽駆けつけると、こういうことになるなどですね、大きく広がっております。現地では義勇軍と呼ばれているようでありますが、なかなかこの朝日の記事が面白いんですけどね、楽観していた自民党は危機感を強め、自主投票にした民主党は、民進党は埋没、共に原発に厳しい世論の動向を見余り、焦っているようだというふうに書きました。でも焦っているかどうかは あれですが、やはり県民の大きな世論の中でですね、自主投票を決めた党であってもですね、これやっぱり駆けつけざるを得ないという状況が生まれて、それでもこの間、県外の議員ばっかりでありましたけれども、今日の夜の、上越の演説会には、選挙区選出の民進党の参議院議員が地元議員としては初めて参加をすると、こういう大きな広がりを作っております。とかもう一つは、富山のですね、政務活動費の不正の問題であります。領収書をですね、白紙領収書や改ざんを使って、政務活動費を不正をする。これが地方政治だけではなくて、国会議員にも、白紙領収書が蔓延していると、それが問題ないという、国会でのやり取りはですね、国民の常識は自民党の非常識という、こういう姿をですね、浮き彫りにしたわけであります。この下でですね、富山市では12人、
県では3人が辞職をして、補欠選挙が叩かれるわけですけれども、残念ながら富山で野党統一で一緒に街頭にも立った民進党の県連の代表幹事長もいずれもですね、この不正で辞職をすると、こういう事態なんですね。そういう中で私たちはそれぞれ補選に掲げておりますけれども、富山ではですね、あの参議院選挙を野党統一のために戦ったオール富山県民連合の共同代表の方が、県議選に出馬を表明をされ、我々にも支援要請があり、私たちは決めていた候補者を下ろしました、昨日。ですから新潟にしても富山にしてもですね、先ほど言った4つの確認以外の政治と金の問題、原発の問題、こういう課題で、しかも、野党の中にいろんな問題があってもですね、それを乗り越える形で市民の共同がこうやって広がっているという新しい状況を生み出してきていると、こういうことがあると思います。次の衆議院選挙に向けても地方選挙の中でも新しい共同が広がっていると、これをですね、大きな革新として私たちは進んでいきたいと思うんですね。でなぜこういう状況が生まれているのか、選挙戦中も選挙戦後もですね、自民党などマスコミも使ってさまざまな野望攻撃も行われました。しかしその下でも新しい前進がある。ここにはですね、多くは語りませんけども、やはり参議院選挙で明確に示された共闘の効果という事実がある。最終盤、官邸挙げたてこ入れがありましたけども、11の選挙区で野党統一候補が勝利をした。そして、多くの無党派の支持を集めたという明確な共闘効果があります。もう一つはですね、あの参議院選挙をや その間の戦いを通じて大きく発展した、市民のですね、共同の力がですね、これをやはり後戻りさせない、前進をさせるという状況になっていると思います。革新婚のですね、ニュースに市民連合の呼びかけ人であるあの佐藤学さんが、元東大名誉教授の佐藤学さんが語っていらっしゃいますけれども、こういうふうに言ってますね。かつて市民は私も含めて議会政治に懐疑的であり運動に参加しても国会を変えていこうまでならなかったと。しかし今選挙に行こうというコールをしていると、主権者として選挙に参加しようという呼びかけをした。政治に絶望していた多くの無党派の市民が希望を見出した。この流れはもう止まりませんというふうに言われておりますけれども、まさにこういう力がですね、後押しをしていると思います。そして3つ目にですね、やはり参議院選挙の戦いを通じて、こうした無党派の皆さんと各政党の間のですね、新しい絆が大きな財産になっております。選挙後の私たちの党創立の記念集会など各県でやりますと、統一したところではですね、民進党や社民党の代表の方が来て挨拶をするという初めての事態が起きましたし、新潟のこの知事選挙でですね、選対本部長としてまさにこの先頭に立って頑張っているのは、あの選挙で勝った森裕子さんであり、その時の戦いの地域の組織がですね、大きな力を発揮をしていると、こういうことがあるわけでありまして、私たちはこの流れをですね、さらに強く大きくしていくということが必要であるし、その条件が広がっていると思います。それは何よりもですね、今の参議院選挙で後に示されている安倍内閣のですね、危険な姿勢、おごりがですね、これを大きく発展をさせていると思います。安倍総理は、選挙後のですね、国会の所信表明演説で、この道を力強く前、これが選挙で示された国民の意思でありますということを繰り返し言ってですね、この多数を立てり、国民に押し付けようとする、おごりの姿勢が極めて際立つ形になっております。それを何よりも表したのはですね、総理が所信表明演説で自衛官などに敬意を表すように促して、衆議院の本会議では自民党の多数の議員がですね、立ち上がって拍手をするという、
異様な光景に現れました。それはさすがに議長も注意をして、議運の理事会でも与党も含めて不適切な行為だという認識で一致をしたわけでありますけれども、そもそも行政府の長である総理がですね、立法府に呼びかけて、この促す、そしてまるで提灯ポンチのように立ち上がると、これがですね、三権分立そのものに反する姿だということを言わざるを得ないわけであります。そしてこのことは、単にですね、スタンディングオベーションだけではなくて、今、国会の中でさまざまな形で現れております。TPP についてもですね、代表質問の中で、東北などをはじめ、農業圏で厳しい自民党への審判下ったにもかかわらず、熊本では勝ったとかですね、こういうことを言って全く審判を認めない、そして TPP 特のですね、自民党の理事が、強行採決という形で実現するように頑張ると、もうこういう発言を派閥で行ったわけでありますけれども、これが総理の思いだと言いました。ですから、まさにですね、この参議院選挙で得た数のおごりの下でですね、立法府を立法府としては認めない、こういう姿が非常にあらわになっております。総理はもともと憲法解釈を変えたことを問われますと、私が責任者だということを答弁したこともあります。だから自分のことを立法府の長だと答弁をして、言い間違えたと言っておりましたけれども、実はやはりどうもそう思っているようでありまして、司法にも立法も行政も、俺が責任者だと、こういうおごり高ぶった姿がですね、自民党全体にも蔓延をしていると、こういう姿があるわけであります。で、総理は先ほど言いましたように、何を言っても、この間の参議院選挙でこの道を前にというのが、国民の審判だと繰り返すわけでありますけれども、参議院選挙直後の朝日新聞の世論調査、なぜ自公が伸びたのかということに対して、首相の政策が評価されたと答えた人は 15% しかいないんですね。同じ調査の中で、安倍首相が進める政策に期待の方が大きいと答えた人は 37%、不安の方が大きいと答えた人は 48% のわけであります。一つ一つの政策に国民はむしろ大きな不安を抱えている。にもかかわらずですね、総理は例えば、選挙の翌日にですね、沖縄の高江で乱暴に、ヘリパッドの工事を再開をいたしました。選挙区選出の自民党議員が一人もいなくなったという県民の明確な審判に対する挑戦でありましたし、今盛んに繰り返すのはですね、0.96% のヘリパッドを作ったら0.96 ヘクタールですね、4000ヘクタールが返ってくると、こればっかり総理は言うわけでありますが、数字指針もごまかしでありますけれども、その 0.96 のヘリパッドができればですね、どれだけ騒音などで住民に苦しみを与えるのか、そのことには彼は全く考慮がないというこの姿にもですね、その横暴ぶりが明らかになっていると思います。そして逆に言えばですね、一つ一つ強行すれば国民多数の反対があるわけですから、さまざまな抵抗と反発を招く、そのことが分かりながら強行している。逆に言えばですね、何らかの緩和策を出すような、そういうことができない今の安倍政治の行き詰まりを逆に私は表していると思います。数の応募の中での行き詰まりが各分野で今明らかになってきております。南スーダンの PKO はですね、今完全に内戦という状況になっておりまして、国連安保理が8月に地域防衛部隊4000人の動員を決めて、この部隊に事実上の先制攻撃を認めると、そういう中で、自衛隊がですね、新しい任務を持って参加をするならば、我々が危惧してきたような殺し殺されるという事態が起きる、このことを正してもですね、そういうのはレッテル貼りで、だと、こういうことを繰り返すだけでありまして、今青森をはじめとして自衛隊員の家族やそして国民から来る不安の声に全く
答えようとしていないという状況があるわけでありまして、私たちはこの安保法制の具体化発動、これを許さず、そして廃止を目指す運動をさらに広げていきたいと思っております。暮らしの問題でも、今のアベノミクスの下での所得の低下、その下でのですね、消費の低迷などに全く応える方向がない、出されているですね、補正予算も、従来型の大型公共工事の大盤振る舞いというものでしかないわけであります。特に、参議院選挙の開票の直後にですね、選挙中には何も語らなかった、社会保障の自然増のですね、抑制が大事だということを発言をして、その下で次々と医療や福祉の削減策が出てくるという状況になっております。特に介護で言えば、要支援の方の給付外しに加えて、要介護の方のですね、在宅介護などを含めた削減ということが打ち出されました。で、これに対してですね、非常に大きなさまざまな立場の団体から反対の声が上がっておりますけれども、介護保険の生みの親とも言われた初代の老健局長の堤さんがですね、これはもう国家的詐欺だという発言をしてこられましたけれども、先日は我が党の赤旗日曜版にも登場されるということになっておりまして、この一つ一つの安倍政権が国民の声を無視して進めていく一つ一つの政策が、新たな怒りと、新たな幅広い共同と戦いを作り出しているというのが、今の私は局面だろうと思っております。最初に申し上げたような、市民と野党の共同が新しい前進を始めている。その下での臨時国会で、安倍政権の一つ一つのこうした暴走がですね、怒りと共同を広げている。これを大きく合流をさせて、安倍政権打倒の戦いを国会内外で大きく作り出しながら、改憲策動に対して、今やるべきことは憲法の理想、その理念の実現にこそあるんだと、こういう大きな戦いのうねりをですね、国会内外で皆さんとご一緒に作り出していきたいと思っております。私どもも皆さんとご一緒に全力を挙げて奮闘することを最後にお誓い申し上げまして、ご報告としたいと思います。どうもありがとうございました。